クイズ、次は何駅？何？これから流れる車内放送をヒントに、東京メトロ銀座線の次の停車駅を当ててね。銀座線の乗り換え駅は13駅あって、問題は全部で5問あるよ。それでは第1問目。次は日比谷線、JR 線、京成線はお乗り換えです。正解まで3、2、1、答え。 The next stop is 上野。Please change here for the Hibiya line, the JR lines, and the Keisei line. 1927年にこの上野、浅草間に日本初、アジア初の地下鉄銀座線が誕生したんだ。平均的な深さは10メートル前後と、とても浅いため、特に田原町駅や稲荷町駅、末広町駅などは階段を降りるとすぐに改札口があるよ。開業から90年後の2017年にリニューアルされた東京メトロ上野駅は、美術館をイメージしていてとても綺麗だよ。さあ続いて第2問。次は都営浅草線、 JR 線、ゆりかもめはお乗り換えです。正解まで3、2、1、答え。The next stop is 新橋。 Please change here for the Toei Asakusa line, the JR lines, and the Yurikamome line. 銀座線がまだ東京地下鉄道と東京高速鉄道に分かれていた時代、この2つの路線の乗り換え駅が新橋駅だったんだ。1939年に相互直通運転をすることになったので、東京高速鉄道の新橋駅を廃止にして、東京地下鉄道の新橋駅を使うことにしたんだよ。廃止をした新橋駅は、幻の新橋駅と呼ばれていて、普段は見ることができないけど、イベントなどで公開されるよ。続いて第3問。次は都営浅草線、東武スカイツリーラインはお乗り換えです。正解まで3、2、1、答え。 The next stop is 浅草。 Please change here for the Toei Asakusa line and the Tobu Skytree line. 祭りの街をコンセプトにリニューアルされた浅草駅、朱色の柱が浅草の実写仏閣をイメージされて神秘的だね。今年の2022年度は3年ぶりに三社祭りが開催されるよ。続いて第4問。次は千代田線、半蔵門線はお乗り換えです。正解まで3、2、1、答え。The next stop is 表参道。 Please change here for the 千代田 line and the 半蔵門 line. 半蔵門線は1978年に銀座線混雑緩和のためのバイパス路線として開業したんだ。だから半蔵門線に乗り換えできる駅は5駅もあるよ。この表参道駅は唯一銀座線と半蔵門線が同じホームで乗り換えることができるので、すごく楽なんだ。でも半蔵門線は20メートル車10両編成、銀座線は16メートル車6両編成だから乗り換え位置に注意してね。いよいよ最後の問題、第5問目。次は丸の内線、有楽町線、半蔵門線はお乗り換えです。正解まで3、2、1、答え。 The next stop is 赤坂見附。 Please change here for the 丸の内 line, the 有楽町 line, and the 半蔵門 line. 東京メトロが5路線も乗り入れている赤坂見附駅。でも、ちょっと、これ、おかしいよね。だって、
町線、半蔵門線、南北線は永田町駅だもん。実は赤坂見附駅と永田町駅は改札内でつながっているから同一駅として扱われているんだって。問題は以上だよ。何問正解したかな？また次回もチャレンジしてみてね。ご視聴ありがとうございました。